ラー油がない。まだ買い出しということですか？買い出しです。ラー油ない、作っていい？ラー油作れるんですか？今日の料理 の意気込みはどんな感じですかね？もう一回やらないかあれ。胃袋を押しつかプランダー TV。 はい、じゃあ作っていきたいと思います。はい、はい。それはニンニク、ニンニクと生姜をすっていきます。はい、すっていく。料理歴は何年なんですかね？本格的に始めたのは3年。社会人になってからね。社会人になってから中学校の時、高校の時キッチン使わせてもらえなかったんで、高校の時キッチン使わせてもらえなかったんで。顔はいらん、顔はいらん。顔じゃないよ、唇よ。手元打つ慣れてますね。いつもさ、使っとるで、そりゃ。それなんです。これホワジャオです。ホワジャオ、ホワジャオ。最近入るのしびれの、もうしびれホワジャオ。しびれホワジャオ、ホワジャオはしびれる、ホワジャオはしびれる。あ、そういうことね。ちょっと粉にしていきたいで、したいと思います。はい。おお、なるほど。あ、匂いがすげえ来た。何ですか？トーチ。豆。大豆の発酵食品。まあ、納豆みたいなもん。うお、匂いが。ちょっと独特な匂い。奇跡の片栗粉です。あー、ごめんなさい。もう一回聞けよ。もう一回。奇跡の片栗粉。奇跡の片栗粉。しかも、縛り方。奇跡の片栗粉についてどう思いますか？やっぱり片栗粉っていうのは欲しい時にあるのが、まあ、片栗粉なんで、まあ、片栗粉としての本命を果たしてくれたのではないかと思います。引き続き料理をご覧ください。はい、お、入れてます。いつもこんなもんです。いいんだよ、男の料理なんて適当で身分量眠いよ。いいんだ、男の料理なんて適当で身分よ。チラチラギャラリーの鬱陶しいでです。チラチラギャラリーの鬱陶しいでです。はい、じゃあ肉焼きます。はーい。うわー、あ、疲れた。はい、じゃあ肉炒まったらニンニク、生姜と豆板醤と甜麺醤入れていきます。豆板醤となんて？豆板醤と甜麺醤。甜麺醤、こっちが唐辛子使った辛い味噌で、甜麺醤がちょっと甘めのコクがある味噌です。で、こういっただけはちょっと熱して、まず辛さ、匂いとか出していきます。この技術は誰に教わったんですか？テレビです。なるほど、テレビです。じゃあ混ぜていきます。お、あ、全然一発目だけ。もう一回やってよ。ん？うわ、すごい。じゃあ絡まったら鶏ガラスープ入れます。
おっとミスをしました。水多すぎたこれ。でそしたら次豆腐入れていきます。おっと最悪、あっ熱くめっちゃ、おっとおっと修行が足りませんね。ちょっと待って最悪ちょっとここカットしといて。おっと最悪、あっ熱くめっちゃ、おっとおっとどうしたんですね。服についたの。うん絶対かかった最悪、これお気に入りもいいや。うん、どうせああ最悪、2つ目はうまくいかないけど、トイレをちょっと待ってやばいやばいやばい、しげたしげたはい、すいません、ちょっとティッシュかかおない知らない、上になんか完全にいった。お気に入りの T シャツなんですか。買ったばっかのお気に入りのやつです自分ではある永田クオリティです。そしたら火通ったらネギとトーチ入れてきます。はいじゃあ次バジャオ入れていきます。バジャオバジャオ、はいじゃあ最後かたミスト片栗粉でカットめていきます。はい、これで最後とろみつけていきます。まあ、いっかこんなもんだ。はい、完成です。はい、はい、じゃあ、できたということで TRK に感謝の気持ちを伝えましょう。せーの、 TRK いつもありがとうございました。じゃあ、はい、それではいただきます。お食べ、お食べ、うまいっすか。美味しい、めちゃくちゃうまい。うまい、うまい、辛くない、辛くない、マジから来るよ、多分辛い、うん、うまい、マジでうまい、でもうまい、めちゃくちゃうめい。読み直しましたから、はい、それじゃあね、引き続き食べていきたいと思いますけど、動画の締めくくりってことで一応ごちそうさまでしただけいきましょうか。せーの、ごちそうさまでした。バイ。